冷蔵庫の大型化、重量増加に伴い、設置前の床に問題がなくても、設置場所や床材などによっては、柔らかい、たわむ、沈み込むなどの場合があり、設置時にドア下がりが生じる場合があります。また食品の果汁や床材の馴染みによっては、4、5日後にドア下がり、ドア段差が生じる場合もあります。 このような場合は、ご覧の冷蔵庫全面下部の調節足での調整を行うことにより、ドア下がり、ドア段差を修正することができます。それでは、調節足の調整容量をご紹介します。足カバーを外します。 左右に調節用の足が見えます。ご覧の状態で左右のドアに段差が見られる場合は1右がが合、右側ドアが下がっている場合右側ドアが下がっている場合は右側調節足を下げます。ご覧のように時計回りに回せば調節足が下がり 冷蔵庫右側を持ち上げます。ドア下がりがなくなるように調整します。2、左側ドアが下がっている場合。左側ドアが下がっている場合は、左側調節足を下げます。ご覧のように、時計回りに回せば、調節足が下がり、 冷蔵庫左側を持ち上げます。ドア下がりがなくなるように調整します。最後に冷蔵庫本体が動かないようにしっかりと固定するために、左右の調節足は床面に触れるまで下げ、 ガタつきがないことを確認してください。調節足が硬いとき、簡単に回すことができるように、一部の機種では、調節足専用工具を全面の足カバー内に付属しています。使い方は、ご覧のように専用工具を調節足の切りかき部に合わせて回します。 時計方向に回せば調節足は下がります。1回転で調節足はおよそ1ミリ動きます。専用工具を使えば回しにくい調節足もご覧のように簡単に回すことができるようになり、ドア下がり、ドア段差の調整が容易にできます。足カバーを元に戻して作業は完了です。 ドア下がりドア段差が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。